ついに時至る船室の連絡用拡声器から警報ブザーの音が気味悪く響いた乗組員たちはそれぞれの胸にドキンと不安な衝動を感じたあと15分で本船は問題の異常海底地震帯へ突入する乗組員全部はただいまから警戒配置につけ 南下中の総海戦三キス号は、がぜん緊張した。戦況には、船長以下の固い顔が並んで見える。その羅針戦況より一段高い無電室が、調査団の部屋に用意されてあったが、そこには団長ワーナー博士をはじめ、有能なる研究員たちが、命名の観測装置にぴたりと寄り添って、さて、これからいかなる異常現象が景気の面に現れるかと、 軽い身震いと共にその時を待った。どれご記者も水戸記者もホーテンスと同じようにこの部屋に詰めていた。三人の記者たちはその隅に素像のごとく停止し、ワーナー博士たちの観測をできるだけ邪魔しまいと控えていた。マイナス一分三十秒、マイナス一分二十秒、マイナス一分一秒。 時計係は自己公開図と時計等を見比べながら刻々と迫り来る重大時刻について警告を続けた。誰も余計な口を聞くものはなかった。団長ワーナー博士は胸に下がっている小さい総脇を握りしめたまま微動もしなかった。この総脇は戦況に通じていてもし本線の安全を脅かすような事件が近づくと監視された暁には 間髪を入れず船長に報告されるはずだった。そういう報告が出れば、船長は直ちに乗組員の命の安全のために応急処置を取るであろう。マイナス10秒。ドレゴ記者は緊張のあまり窒息しそうになり、ネクタイをぐいと引っ張って緩めた。ホーテンスは右の靴の先で軽くリノリウムの床を叩いていた。 水戸記者は素像のように降下している。今だ時計係の声は喉から血が出るような声で叫んだ。大きな鈍い音が起こった。すわ、と、水戸記者が横を見ると、ドレゴ記者が床にぶっ倒れていた。あ、<laughs> やられたホーテンスもそれに気がついた。 そして二人の記者はドレゴの傍らに膝をついた。ドレゴは近くがなかった。水戸は激しい不安にとらわれた。彼はドレゴを仰向かせると、オーバーの胸を広げ、服や直キのボタンを引きちぎるように外した。ワイシャツの下からドレゴの胸毛が見え出した時に、ドレゴは初めてうなり声を上げた。おお気がついた。 どうした何かあったかしっかりしろ、ドレゴ。何か物を言え。二人の同僚は心配と商売意識との両方に駆られ、ドレゴに顔を寄せた。その二人の鼻へプンプンとアルコールの匂いが。なんだ。水はないか目が回ったんだ。 喉がヒリヒリする。それだけかおう、見戸。異常現象らしいものが何か起こったね。どうだうん、冗談じゃないよ。てっきり君がその異常現象に食われたと思ったんだ。馬鹿を言え。僕はそんなものに食われるような間抜け男じゃない。 いずれにしてもだこういう時はあまりアルコールを飲みすぎるものじゃない下手すれば脳一血であの世へ急行だぞ同感だ水戸に同感ホーテンス記者がとどめを刺すように言ったそれをもってドレゴの粗刀事件は片付いた彼は大きな酔いが回ってきたところで 不自然な緊張を我が身に敷いたのが良くなかったに違いない。さて、ワーナー博士の学者たちはこの間に何を探し当てたか。研究員たちは林のごとく静かであった。宣告以来、石のように固くなって微動だにしない様子だ。ドレゴの卒答事件にさえ誰もが気がついていないと見える。ドレゴは起き上がって、 隅っこの安楽椅子に自分の体を投げ込んだ。それをホーテンスの目が抗議するように睨んだ。ホーテンス君博士たちは何かを掴んだらしいね。と、水戸は彼の胸を引いた。うん、何を掴んだかな。そう言ったホーテンスは、 つかつかと博士のそばへ歩み寄った。博士、何があったんですか地震はどこに現れていますかし<っ>。博士はホーテンスの方へは振り返らないで自分の唇に人差し指を当てた。失礼しました。 ホーテンスは悪びれず謝罪してから、水戸の方へ手を挙げて合図をした。水戸は頷いて、極度に足音を立てないように注意して、ホーテンスのそばへ寄った。何事も未だ起こっていないようだ。だが、今まさに何事かが起こらんとしつつあるのだ。それは説明がなくても、勘のいい記者たちには察知せられた。博士が睨みつけている電解強度計の指針が、 気のせいかかすかに震えているようだ。余震なき地震。行き詰まる緊張の幾病がなおも続いた。しかし、想像したような驚くべき何事もついに起こらないように見えた。記者団の緊張がやや緩みかけた。と、その時だった。 ワーナー博士が鋭い叫び声を発した。おあ、異常の力の場に入った。博士の声とともに各観測装置のケーキの針は一斉に大きく揺れた。それはケーキがにわかに心臓をドキドキさせ始めたように見えた。指針が飛んだ。二号ケーキへ切り替えろ。おお、予備を持ってこい。などと、 研究員たちが競争のようにわめき始めた。パイロットランプがあっちでもこっちでも点滅して激しい力の変化が現に今働いていることを示す硫酸乾燥機が爆発した。最高温度計がパンクした。日記記録系の針がピーンと飛んで行方がわからなくなった。リノリウムの上は殺人事件の現場のように赤インクの海ができた。 三人の記者たちは困惑の絶頂に放り上げられていた。非常に驚くべき出来事の真っただ中に今自分たちが置かれているのだ。しかもその驚くべき出来事が一体何事であるのかそれがさっぱりわからない。博士に聞きたい。そう思って博士の方を見るが、当の博士は機械類の間を猟犬のように敏昇に縫い回り、早口にしきりに部下を指揮している。 だから話しかける隙もないのだった。何事が起こっているんだろうね、オーテンス。ドレゴは酔いも冷め果てて、アメリカの記者の腕を揺すぶった。わからない。しかし、博士が予期していた以上の驚愕にぶつかっていることは事実だ。 やがてこの調査団室の風がひとまず沈まる時が来た。それは、ワーナー博士が自室に戻り、ハンカチーフで額への汗を拭ったことによって知れた。何事が起こったんですか、ワーナー博士。ホーテンスが待ちかねた質問の矢を放った。タバコ、誰か。 博士が記者の方を見た。水戸がケースを博士に差し出した。そして博士の指につままれた紙巻きタバコの一本にライターの火を移した。博士は貪さぼるように強くタバコを吸った。予想以上に機怪なる海底地震に巡り合ったんだ。博士はおびただしい支援の中からそう言った。 ほう。でも、我々は自分の体に自信を感じませんでしたがね。水戸が早口に言葉を挟んだ。もちろん景気の上に感じた自信だ。すごい電波速度のものだ。秒速2 4 0 0トルを観測したよ。なるほど。普通の地震の場合の30倍以上の高速ですね。 ほう、君は勉強しているね。と、博士は水戸の顔を見直していった。電波速度だけの異常ではない。その他、波動法則にも普通の地震に見られない異常性が認められる。ことに合点のいかないのは、それに続くべき余震らしいものが発見できないことだ。もっとも、 もっと時刻が経って起こるのかもしれないが、それにしても、もう相当時間が経っているんだから変だ。ワーナー博士は自ら観測した結果について休みなく語り続け、博士の指にあるタバコが幾度となく消えたが、水戸はその度にライターを吸った。で、地震は今どうなっているんですか フォーテンスが聞いた今ちょっと落ち着き状態にあるとにかく敏感なケーキは皆針を飛ばしたりなんかしたんでこの間に次の観測の準備をしなければならない博士は研究員たちの忙しそうな姿へ目をやったその後にも引き続いて起こるかと思われた海底地震が予想を裏切って一向に起こらなかった また余震が全然観測されなかった。変だね。あれだけの顕著な地震に余震がないなんて。と、水戸は呟いた。余震がないということは、そんなに怪しむことかね。ドレゴがパイプを口からもぎ取って目を向いた。そうだろう。 自信には余震が付きものなんだから。そうかね。僕にはピンとこないがね。何かもっと目に見える派手な事件でも起こってくれなくちゃ、僕には異常現象たることが了解できない。ああ、とにかくくたびれたよ。外へ出て冷たい潮風に当たってこようや。君もちょっと出ないか ドレゴが誘ったので、ミト記者もそれに応じて、この無伝室を出た。標描たる大西洋はケロリン艦としていた。どこに海底地震があった、という風だった。護衛艦たちは、嫌に遠くへ離れちまったね、ミト君。うん。観測の邪魔にならないように、本線の間に相当の距離を置いたんだろう。 そうかなあれは口艦らしいが、いい格好だね。おやどうした変だぞ、あの缶は。ドレゴの声が驚愕に変わった。彼が刺した方には、海面からふわりと煙のように持ち上がる黒い塊があった。それは紛れもなく缶らしい形をしていた。が、突如として真っ赤な先行に包まれると見る間に、 天空に試算した。会、また会。第二の会事件起こる。鍵はどこに意外なる第二の会事件突発に、調査団員も、護衛艦隊の乗組員も、共に大驚愕のうちに聖職を失った。おう。 我々は気が確かであろうか。我々は夢を見ているのではなかろうか。夢でなければ、今我々は命の危険に瀕しているのだ。どうしたらそれから免れることができるだろうか。その中に、さすがワーナー博士は誰よりも落ち着きを保持していた。博士はサンキス号の観測室から、同じ船に座上している護衛艦隊の指令、 ペップ大佐に対し、適切にして明快なる指令を発した。ペップ指令。我々は即時トップスピードで、この海底地震帯から脱出しなければならぬ。ただし、駆逐艦二隻はしばらく現場に止まり、不幸なる駆逐艦 D15 号の遺留品をできるだけ多く収容した後、速やかに我々の後を追うように取り計られたい。 この指令を後世紀から受け取った指令ペップ大佐は愕然と正気に戻った。この指令はさっきからずっと戦況の展望ガラス戸を通して会場の恐ろしい惨劇に魂を奪われていたのだった。ごもっともすぐ発令します、ワーナー団長。二分間ほど間を置いて ワーナー博士のところへ指令から報告があった。指令は博士の指令を実行に移したと、その頃にはサンキス号も際どい急回答を終わっていた。戦国までは右舷から差し込んでいた夕日が、今は反対に左舷から脅かすような光を投げ込んでいる。ひどい振動が乗組員たちの足元から這い上がってきて脳裏にまで響いた。サンキス号は、 今や最高速力を上げ、第二の怪事件の起こった現場から死に物狂いで脱出しつつあるのだ。三人の新聞記者たちも、それぞれの携帯で、この凄まじい戦慄の空気の中に息を止めていた。ドレゴは水戸にすがりついて震えていたし、水戸は水戸で火の消えたタバコをしきりに吸いつつ、ガラス戸越しに泡立つ海面へ空虚な目を止めていた。 ホーテンスは拳をこしらえて、彼の首の後ろをトントンと忙しく叩きながら、訳もわからぬ言葉を繰り返していた。誰も気が変になったように見え、あるいは生ける屍のようにも見えた。白髪しゃがんのワーナ博士は、愛用のパイプから支援を緩やかにくゆらせていた。博士はちょっと首を左右に振り向けて室内を見渡した。 この部屋にいる者の顔色を打診したのであろう。博士の表情が少し固くなった。彼はパイプを握った方の手を挙げて部下たちの方へ振り向いた。我々はもう危機を出した。心配することはない。あと5分でみんな配置から解放される。記録だけは大切に保管しておくんだよ。 博士のこの言葉に、気せずして一同の口から大きなため息が飛び出した。が、誰もまとまった言葉を言うものがなく、聞こえたのは呪いの声だけであった。真っ先にワーナ博士のところに近づいたのはホーテンスだった。続いてミトがドレゴの腕を押しながらそれに加わった。団長、あれは何です 今のあのすごい爆発はどうして起こったんですかあの口逐管の失態ですかそれとも、それとも、異常海底自身の災いですかまさかそうではないでしょう。では、なんとあれを説明しますか平常のホーテンス記者の冷静がどこかへ隠れてしまっている。彼は大きくあえぎながら博士の前に迫った。 さあ、今はわからないという他あるまいね。と、博士は首を左右に振った。だが、大変幸運な収穫だ。我々は第二の怪事件を自分の目で一期一重はっきりと観察することができたんだ。それはそうです。しかし博士。 あの爆発事件についてどういう感想を持たれますか例えばあの事件とゼムリア号の間にどんな関係があると考えられますホーテンスは猟犬のように迫った。それは興味ある問題だ。博士は頷いた。それがはっきりわかるときは、 ゼムリア号事件も戦国の事件も共に解けるだろう。が、わしの手元には、まだこの問題を解くべき何の因子も集まっていない。むしろ、そうだ。むしろ、君方の意見を聞いて参考にしたいぐらいだ。博士は、あべこべに問題をホーテンスの方へ押し合った。ホーテンスは、うんとうなった。それから彼は、数秒間喉を鳴らしていたが、 やっと決心を固めたという風で口を開いた。僕の感じたところでは、さっきの駆逐艦爆発事件は、ゼムリア号事件よりもっと楽に解ける事件じゃないですか僕の見たところで、まさかさっきの事件は、明らかに原子爆弾の攻撃によるものだと思いますよ。艦隊が海面から持ち上げられ、そして火炎に包まれ、それから煙のようになって試算し、 天へ登っていきましたからね。だからあれは、海中で原子爆弾の攻撃を食ったのに違いありませんよ。ゼムリア号の場合はそれとは違うと思われる。だから両者は別物ですよ。ホーテンスはここで言葉を止めて、博士の顔色を伺った。博士はちょっと眉の間に皺をこしらえただけで何とも言わなかった。 僕は同じ原因から起こったことだと思いますがね。水戸記者の声だった。ホーテンスは振り返って水戸を認めると笑いながらもっと前へ出て喋れと合図をした。水戸記者はホーテンスと反対の意見だが何を考えているのであろうか。博士の冒険計画。 水戸君の説はどうなんだワーナー博士はパイプに新しいタバコを詰めながら東洋の記者の表に一別を送った。毎度のことながら僕の説にははっきりとした証拠の裏付けがないのが遺憾です。と、水戸は本当に残念そうな顔をした。が、 二つの事件は同一手段によったとしか考えられません。もちろんさっきの事件も原子爆弾によるものとは思われない。なぜ原子爆弾でないというのかね。ホーテンス君、君だってその点については十分疑問を持っているのではないかね。もしあれが原子爆弾だとしたら、いくら水中での爆発にしろ。 あの口管 D15 号だけがあんなにひどく損傷して粉砕したばかりか全部が気化してしまうことはないだろう。恐ろしい力だ。それにもかかわらず僕が乗っているこのサンキス号をはじめ、両艦は大した損傷をこむっていないではないか。だからさっきの原子爆弾と見ることは正しくないと思うんだ。水戸はここでちょっと言葉を止めて博士の顔を見た。 博士は軽く頷いてみせた。そうは言ったが、ゼムリア号の被害状況と、駆逐艦 D15 号のそれとは非常に異なっている。本事件の怪力の攻撃を受けて、D15 号があの通り粉砕気化するものなら、なぜゼムリア号は粉砕気化しなかったのか。明らかに二つの事件には相違がある。これが僕の同一原因説なんだよ、ミト君。 だからこそ僕は新しい原因説を出した。ホーテンスは熱心に水戸を見つめる。ところがね、ホーテンス君。これは博士に笑われると思うが、僕は一つの過程を置いたんだ。その結果、二つの事件に同一原因説をあえて押し付けているわけだが、つまりこうなんだ。その過程というのは、 うぅ。<Ooh. S 1> 同一原因による力が働いたんだが、その原因物と被害物体との距離にかなりの相違があったため、その結果である損傷程度に著しい相違を生じた。こう考えてはどうだろうか。つまりゼムリア号事件の時は、その怪力源が相当遠くにあった。しかし、駆逐艦 D15 号の場合は、ずっと近くにあった。そう考えることはいけないだろうか。 水戸の説は大胆極まるものであった。そうして、ここに論ぜられた者以外にも多くの欠点を有していた。しかし彼は、あえて同一原因説を唱え、そして一見無理と思われる解釈を試みたのだった。なぜ彼はそんな無理を強行するのであろうか。君の説は興味深い。ワーナー博士が突然口を開いたので、 その周囲に集まっていた人々は驚いた。まさかそんな三事が博士より聞けようとは期待していなかったからである。だが水戸は一人恥ずかしそうに静かに微笑した。博士は水戸の説に賛成なさるんですかホーテンスは聞いた。まだ賛成はしておらん。と、 博士は明らかに否定し。だが今の水戸の説により、わしは一つのヒントによって、わしは最近の機会に一つの冒険を結構するよ。冒険ですってホーテンスをはじめ、皆は驚いた。水戸も驚いた一人だった。そうだ、冒険だ。 わしは準備の出来次第、その冒険を決行するつもりだ。何しろプログラムに全然なかったことを、ミト君から得たヒントで行くんだから、少々手数がかかる。先生、その冒険というのはどんなことですかドレゴが沈黙を破って前へ乗り出した。さよう、その冒険というのは他でもない。 わしは今後の事情がそれを許すなら、潜水服を着て、あの海底地震帯へ降りてみようと思う。ええ、海底、博士がご自身で、あの潜水服を着て降りられるというんですか水戸が顔を赤くして叫んだ。それは乱暴ですね。先生、やめてください。 女子たちが口を揃えて反対した。もしも博士がそんなことを本当に実行し、海底を歩いているとき、第三の海事件が起こったらどうなるであろうか、とんでもないことだ。だが、博士は思いとどまるとは言わなかった。それが近道だと思うからだ。海底へ降りてみれば何もかもわかるかもしれない。しかし、先生。 そんな危険なことをどうしてなさるんですか危険は会場にいても出会うだろう。海底が危険なら、それと同様に会場もまた危険だよ。とにかくわしは、近いうちにそれを決行することとして計画を立ててみる。職員以外にも希望者があれば同行を許可するから、後で僕のところへ申し出たまえ。博士はそう言うと、 パイプを口に加えて、この観測室を出ていった。後には喧騒が残った。思いがけないワーナー団長の冒険計画についての、是々非の討論が活発に展開していった。賛成者はもちろん少数だった。何よりも、まず命の危険率がすこぶる大きいことを考えなくてはね。仮にかの怪奇なる回力源問題がなかったとしても、 大西洋の海底を人間が潜水服でのこのこ歩くなんて前代未聞の冒険だよやっぱりほいっぽと地味な観測を続けるのがいいのではないかそれが一番の近道ではないだろうかいや団長は人類の幸福のため自分の尊い命を犠牲にしておられるんだその崇高な決意に対し 我々もまた団長と同一精神に燃え、世界人類の幸福のために大西洋の海底を歩くべきだ。この結論は、容易に一つの穴に流れ込むことはなかった。その間に、調査団船とその護衛艦隊は、恐怖の異常地震隊を離れること50キロの海域に脱出を終わったところで、各艦船は、弦と弦をよく付き合って、友綱を締め、 その夜を大警戒入りにそこで明かすこととなった。